しまし嘘ね誰が言ったか知らないや女さんに酔ったらかしまし方が愉快だねベリーグッズベリーグッズお笑いおしゃべりミュージック嬉しいわほんまにこの歌本当に久しぶりやね21年ぶりかしら本当にねもうずっとこれね長いことやってなかったのよねあんた何顔見てんのうちの顔えらいしわ寄ったなと思ってねそんな失礼なこと言いなさいの私今日ねこの道中道中いやここへ来る道中よ古くさ江戸時代みたいにほっといてよお客さんが私を見てあら歌えさんっていつまでも若くて綺麗ですねって言ってくださったんですよほんまにありがとうその歌えさんの綺麗な秘訣は何ですかって言わはお教えしますその綺麗な秘訣は厚化粧ですやかましわ本当にもうあんたらねよ考えや3人で年合わせたらうちらはもう200以上になってねんで半分以上姉が持っていきますええ加減にしなさいよ本当にもう兄弟というのはうるさい何私はもう長女で本当にこの人たちには昔から苦労させてます何を言うてんのそんなに言いたかんわほんまやあんた歌え姉ちゃんがいればこそかしまし娘こうやってやれるのよねありがたく思わなくては歌え姉ちゃんが生きてればこそですよ本当にありがとうございますあんたねあんた拝むのやめなさいよ本当にでもあんたらが若くねいつまでも本当に若いわよ徐々に年いってんだからねいやいやそんなことね綺麗よみんなありがとう本当にでもね考えたら長女というのはそうやねいつも妹にねごちゃ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 言われながら暮らしていかないかいい歌え姉ちゃん長女は楽ですよなんで親が大事にして育ててるもんそうかな一番最初の子やもんアホでもバカでも姉は姉や待て誰がアホやの誰がバカやのすいませんうちら真ん中偉い損よ次女はね生ものどうでもええ時にプロッと出たんやもんあんたポロンゴかほんまに何を言うてる一番そんなんはうちら三女やわ三女やって二畳半みたいな顔してちょっと二畳半ってそれどういう顔よ半端な顔ややわしわうちら小さい時から新しいもん身につけたことないねんから三女はほんまに待ちなさい待ちなさいそんなこと何もここで言わんでも楽屋で言うたらええのよ楽屋で言うたってそんなん分からへんやないの今日は全国の皆さんに聞いてもらうなちょっと聞いてくれますかえらいすんませんけどほんまにうちら小さい時ね下着なんかね上から順番にうちとこへ来るでしょパンツなんかうちが履く頃はねごめんなさいもうネズミ色になってたあんたのパンツはまだゴム紐が入ってたからよかったよそうよ私らの時はゴムなんか入ってなかったね紐だったわよねそうよそんなんた結べへんねあの子さんよちょっと大丈夫かいあんたのギブトンよこの人ね古ぼけてるからいいのよこっちと一緒にもうみんな取れてしもたんちゃうもういいわやめなさいよ先進んでよいや先進むのはええけどさだいたいこういう ね老眼で見えへんややめてよもうアホなこと言うのはもうこれでおしまいかしまし娘それでは皆様ごきげんよう